い、OK、さあ休憩終わりました。はい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 、休憩終わって2部がスタートしました。そうですね、2部は、はい、オープン。さっきはね、はい、今日1部はパフォーマンスのジュニアとアンダーナインティーン、はいはい、あとまあスピードもその前にやって、はい、でワンズやったでしょ、はいはい、大盛り上がりの、はい、で、まあ、いよいよ次はパフォーマンスのオープン部門ですよ、はい、オープン部門楽しみですね。オープン部門やばい。いや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 、選ばれた選手、そうですね、はい、何チーム、総数何チームでしたっけ。オープンはね、今日はね、21チーム221から、あ、ね、昨日は226 6から10チーム、今日は21か、うん、うわーすごいな。21から8月に八王子でダブルダッチコンテストワールドがあるでしょ、はいはいはい、そこに行けるのは上位3、いやー220分の3ぐらいだ、約そう、やばいなこれは。じゃあ今日はもうこのオープン部門めちゃくちゃ面白いことですよね。そうだよ、もちろん。でもさ、さっきのなんて、うん、ジュニアは6チームからワールド行けるの1チームだけだし、うん、でアンダーナインティーンは8チームいるけど、それでも行けるの1チームだけなの。なるほどね。でオープンはまあ21チームいるから、それでもまあ3チーム結構だよね。結構な、結構なもんですね。ギュンギュンだよね、うんうん、ギュンギュン。もそれがまあ、うん、ワールドに、まあもちろんね、私毎回思うんだけど、はいはい、もうやっぱりその順位だけが全てじゃないって思う。いや、それはもちろんです、はい、で、その今までやってきたこととか全てが今後の人生にね、ずっと残るかけがえのないことが、はいはい、ただやっぱりそれを目指してみんな来てるから、うん、こっからもちろんジュニアアンダーナインティーンも白熱したけど、うん、オープンちょっとギンギンですよ。そうですよね本当に。なんかそういう気持ちもありながらやっぱ見てるからね、どうしてもね、なかなかね、そう、うん、ジャッジも難しいし、ね、いや、あなたのとこも良かったのよって言いたくなるけれども、結局1チームっていうね。本当にそうだって、みんなあのここにいるあのコメンテーターはジャッジの経験もあって、うん、そうですね、毎回思わない、いや、思う、あ、もうあの入んなかったチームでもめちゃめちゃ良かったよ、うん、本当に気持ちとして言ってほしかったよって思うじゃん。さっきだから言ってたじゃん、ストーリー性のあるチームとかそういうところがなかなか勝てないっていう今状況、そうね、っていうのあって、あったりもしてて、もちろんいいチームもたくさんいるし、たくさんいる、ね、たくさんいる、うん、大会じゃなかったらね、いろんなのがもっともっと世に出るような、そうですね、であるけど、うん、まあ、今日は大会なので、そうですね、またちょっと厳しいところあるけど、うん、それだから余計に見てる方はさ、白熱するからね、うんうん、ね、佐藤さん、いやもうね、千差万別プレイヤーもそうですけど、いないだと思ったもん今佐藤君、いないだと思ったもん、ジャッジもね、本当にいろんな目線がありますから今日は、キヤさんがかなり厳しい、はい、目線で、はい、ね、言ってもらうと、はいはい、僕もちょっと厳しい目線で、はい、行きたいと思いますよ。じゃあ私一人だけアメになるわ、うん、始まりますよ、ティガー、ほらもう一発目、もう、もう、もう、うちらを喋りたい、喋りたい、オッケー、じゃあ一回行くよ。あのね、昨日のブルーステージの10位からいきます、はいはい、日本体育大学ランナーから、はい、ティガー、ティガー、イエーイ、5人チーム、ほうほう、5人チーム、早いね、いきなり始まるよ、オープン1部、これ何、ね、まだ始まってないね、まだ、今もう板ついてますよ、板つき、はい、ね、オープンの1部は10チームだよ、ここからもうダダダっといくからね、はい、わかりました。なんで使ってるロープね、登山用ロープって書いたんだよねどうしたこれは、それさ、この書いてあるランのところは気になるよね、気になるね、登山用ロープなのか、うん、それ書かなくてよかったんじゃねそうなのよ、なんかさ、どういうロープ読むのみたいな、気になる気になる、硬、うん、さが気になる、うん、ロープ好きな人にとってはね、確かに確かに気になるね、始まりましたよ、始まりました、日本体育大学ランナーはティガーでオープンの1チーム目、はい、おいちょっとまたワンズを挟んでるからさ、そう、ね、新鮮に見えるね、なんかさっきまで、わーい、いいですね、はい、やっぱ大学生になるとやっぱりその動きの、うん、その止めとキレのスピードっていうのがやっぱ変わってくるというか、変わってくるよね、うん、両方話してきたよ、おい、見せとやっぱりスキルのやっぱ両方やっぱり見たくなるよね、これは、うん、もっとね、本当はね、あの1列目ぐらいでさ、みんな見たいよね、表情と、はい、5カメ、5カメ欲しいよ、5人の カメラと6、あ、6カメだ全部カメラうるせえ、うん、ちょっと、うん、いやいや、やばい、3人で喋ると音聞こえねいや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 、聞いてますよ、僕らが聞きながら喋ってますよ、いいね、さあでも早い、こうなった時はやっぱ決めに行かないとダメ、これ決めないと、自分を店に行ってからの、はい、うん、動きはやっぱり決めに行かなきゃいけないから、ここは見ものです ね、はい、そうね、ね、さあここは多分観客も通れ、あーっ
って思ってたら失敗したっていうね。照明が当たってないとこでやってもよくないね。もうちょっと後ろだよ。大事かも、うん、でもそれはどっちが悪いか分かんない。どっちが悪いか分かんない。でもまあ、うん、あれは本当は知ってなきゃいけないよ。どこまで当たるっていうのが、ね、そうよ。もうだって一回あの立ち位置もやってるもん。だってみんな、うん、こっから先に行くとね、暗くなっちゃうスペースがステージってあるから、そこまで考えなきゃいけないのか、ダブルタッチ。もうそうなんですよね、今はもうステージングってね、はい、ネットスペースに入ると当たらないからね。よし、さあ来い。わざとの演出だったらいいけどね。これはなんだ、この後なんだ、はい、はい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 、ちょっとね、はい、縄止まってんぞ。頑張れ、大丈夫か今の。え、背面、背面のやつはロープ通ってた。あ、ちょっともうそこじゃないね。止まってるロープが気になっちゃったけどね。あ、なるほどね。うん、まあでも演出だったらね。違う、それはそれだよ。やっぱ2人は辛口で、私が甘口でいかなきゃダメじゃん。いやいや、全然そんなもん。止まってるよロープとか言ってもう真剣に見なさい、ゆっくりも。見てる側の立場から、はい、っていうか、そのやっぱりこうあってほしいって求める見方っていうのはすごく重要で、俺はこうなってほしいっていうのが来た時は嬉しい、逆に裏切られた時も嬉しい。ただそれ以下の場合ってちょっとなっていう思う時があって、いい意味の裏切りとかめっちゃいいよね。そう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 、やっぱね、こういうふうに予測したのにこっちに来たかとかで、よかったらすごいね。やっぱね、隙を見せてほしくないよ、このレベルの大会に出てきてる人たちにはね。そうですね、はい、そうね、隙ね、さっきも言ってたけど、いやもうそう、オープンになったらやっぱりレベルが高くなってくるから、コメントもなんとなく平和な感じはいられないね、うん、いられないですよ。はい、2チーム目、昨日の予選、はい、レッドステージの10位のチーム、はい、関西からソウルアシード。ソウルアシード、関西ね。どういうチームですかね、構成的には。女の子もいるんですかね。それはですね、ですね、見ないと分かんない。分かんない。4人とかね、楽しみにしましょう。メンバーは4人、メンバーは4人、4人でダブルタッチロープ。これはどこの、どこ製ですかね。多分沖縄製ではないですから、ね、沖縄組んでるロープ編んでるのかな。頑張ってますよ。はい、佐藤君で、さあ行きましょう。あれですね、またさっき、ね、日本エア、澤さんが言ったようなそういう、ま、ね、うん、雰囲気が違うチームで、うん、ほうほうほう、うんうんうん、はい、おー、あ、いい動き、いい、ね、うん、こうね、違う雰囲気でってやっぱりちょっとハードルが上がっちゃうところあるじゃん。あ、わかるでしょ、うん、それで期待値を超えたらやっぱすごいいいし。そうですね、もうちょっと今の曲で見たかったんだよな。曲結構ガッって変わると思うね。要は今の曲での完結まで行ってないってことだよね。ちょっとね、でもビートが入ってるだけで曲一緒だよ、うん、まあまあまあ、そうか、曲は一緒か、曲を変えてないよ。そうなんだね。ただ同じボーカルものにビートを入れた、うん、まあまあ、でもね、4人ですよ、うんうんうん、いいよ。いや、それがすごいね、うん、4人って大変よ、4人なりのね、大変さ、遊び心もちょっと見えつつ、さあさあさあ、お、はい、今の最後の音がもったいない。俺はもったいない、うん、今の切り替えるとこでしょ。そう、あそこもったいなかった、ね、もうちょっと欲しかったな、うん、ロイアウトみたいにしちゃってるから、うん、確かにここね。でも私はこのなんていうかコンセプト的なのとか好きだよ。あー、まあ、まあね、厳しいな、ちょっとね、4人だから、4人だからさ、そこのな、あ、どう、え、ミホレどうだろう。今さっき2分しかないじゃん、ないね、さっきのソウルフルなところからさ、うん、ちょっと音がさ、ビート入ってきてさ、うん、そこでさ、これはまあ、あ、どうなの今音だから、全体的には。私も、ね、厳しく言う、厳しい、雨で痛いんだけど、はいはい、あのね、詰め込みすぎたくなっちゃうんだよ、普通作るの。あー、なるほどね、でもそれって一回引いて、うん、詰め込みすぎてるなって客観的に見るのってすごい大事じゃん。あ、なるほど、そうですね、ちょっと詰め込みすぎたもん。一回じゃん、結局結果言ってんじゃん。だってさ、多分一個一個もうちょっとのんびりしたらすごい、でもね、いろんな種類が入ってて、初めて見る人も本当に楽しい。ダブルダッチのだっていいところをギュッて2分に凝縮したわけだから、うん、そういう意味はいい。パワープレイというか、そのアクロバットだけではなくて、こういう楽しみ方もあるよっていうのを全部見せてる部分があるので、だから一部から言ってるように、こういういろんな色のチームが決勝に上がってくるっていうのはやっぱすごいいいことです。そうですね、ただやっぱ3人のところで、ね、1人余ってるところのつなぎの部分とかもやっぱ厳しくみんな見てるから、もうそこは大事に、何もしないとかなんとなくいるっていうのはね、ちょっとそういう風に目で見ちゃうよね、多分。そうなんですよね、それも何ですかね、こういう厳しい目になった自分が嫌い。分かる、うん、やっぱ見すぎちゃった、もうダブルダッチを。え、じゃあもうさ、うん、あの2分のうち20秒とか超褒めない。いや、ちょっと待って、分かった、いいよいいよいいよ、分かった、だから2分のうちの10秒とかでもいいから、うん、めっちゃ褒めるとこ言おうよ。オッケー、分かったよ、ミホレ、分かった。いやいやいや、俺が思ってるのは、俺が思ってるのは、リフーカーをうまく有意義に使う200チーム中、
180ぐらい負けてんだよ。そう。それだけど。まあそこの中の頂点だからね。でもね、何が聞きたいかってみんなね。そうそうそう。何が聞きたいかって本音の部分だからさ、うん、やっぱこうバーって出ちゃってる部分を聞くっていうのもいいんじゃないの？よし、俺は褒めよう。あれ、ちょっと待ってください。ちょっと待って、ビオレ、名前呼んで。え、名前呼んで。次のチーム。違う違う、俺じゃないよ。次のチームの名前だよ。何言ってんだよ。次、ブルーステージの昨日の9位、チャリオット。日本体育大学ランナーからだよ。チャリオット。名前からいい名前。名前からいい名前です。はい、いい名前。違う違う。これどういう意味なの？ちょっと待って。どういう意味なの、これ、チャリオット。チャリオットって普通だってなんか戦車みたいなんじゃないの？そういうあれなの、戦うぞってこと。静かにして、俺見たいから。大事、最初大事、最初が大事。パーポン、まずパーポン。うん、はあ、うん、はあ、うん、はい、うん、まあね、うん、うん、うん、まずゆったり入って、はい、はいはい、なんかキエのあれ思い出すな、うん、ああいうの。いや恥ずかしくやめて。あ、はい、あ、こういうの俺好き。おお、はい、あ、うん、いいね。おお、ね、ナイス、うん、やっぱこういう流れがやっぱかっこいいね。そうね、うん、頭から引きつけるよね。そうです、おーい、リリース、かっこいいリリースだね。余裕がある、ありがとうございます。すげえ。俺じゃないと。なんでありがとうって言ったかなと思ったもん。この流れを止めたくないよ、このステップでね。確かに通してほしいね、ここはね。横もちゃんと踊ってるし、はい、はい、音抜いた、まあ、うん、なあ、よく言った。さあ、ここから何を見せてくれるかだよね。そう。私さっきこっちにいたのは両方にいてほしかったな。ああ、はい、この辺のね、はいはいはい、5人いますから。あ、気持ちいい、今のね、はい、3人での、うん、いいよ、うん、はいはい、ちゃんと行く。おーい、はい、おー、ほほほほ、この子動けるね、うん、マイク・ジャクソン難しいから作るのがね、使うのがね。でもロッキンスタイルで攻めてきてるのはすごくいいところではあるかもね。真剣に見ちゃうね、うん、いいとね。いや、いいチームじゃん、ね、いいね、まとまってる、いいね、今ののもね、なんかね、はい、そのままいけるか、はい、これ、うん、おい、ちょっと待って、止まった後ちょっと緩くねえか、ね、いいけど、これだけのチームだからもういけるべ。こういう、なんでこうなっちゃうの。そうやな、まあ、そうね、なんで。わかったわかった、ちょっと、あー出た、はい、あー最後、あー、もったいねえチームだね。天を仰ぎましたね、チャリオットでした。あの一ミス天を仰ぎましたね、ラストのね。よかったんだよね、最初、はい、すげえよかったんだけど、でも今のなんか2分のパッケージでギュッと詰まってるようなパフォーマンスかなって思うけど、ガチ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 してないし、うん、ちゃんとまとまってたし、うん、見せ方もコンセプトも、やっぱここまで来るチームで俺がやっぱ気になっちゃうのが、あのダブルダッチも好きなの分かるし、はい、本当にダンスも好きでやってるかなっていうところ、うん、そうだね、みんな踊れたよね、うん、まあみんな、でも最近みんな踊れる、踊れますね、最近みんな踊れるわ。ちょっと前はさ、はいはい、あのチームのあの子踊れるねっていう感じだったじゃん。そうそうそう、今もうみんな踊れて当たり前みたいになってきちゃってるよね、はい、ただ、みほね、これ、俺こっちが、これが嫌なとこで、何、うん、ダッチに必要だからダンスを頑張ってるなのか、ダンスが好きだから、ダンスも好きでダンスもやってるのかの違い、全然違えぞ、でもそれって見て分かる、うん、ですよね、ですよね。だから本当にジャッジとしてもそこはもう、名前なんですか、すいません、喋りすぎました。はい、次のチームは、レッドステージ昨日の予選9位、はい、一般からノーブランド、いや名前ないよ、もう名前ないから、でもブランドには俺たちは染まらないと、何もないところからだぞ、うん、疾走感はいい、ね、ロープね、色を変えてくるパターンのね、うん、からのちょっとロープ、そうだね、赤と青、うん、そうね、詰め込んでたとこ見たかったな、見たかったですね、うん、ここで焦っちゃダメ、惜しい、うん、よいしょ、このさ、何か起きた時の余裕か乱れって、うん、すごい出るじゃん、うん、そうですね、それはやっぱり練習の数と、うん、みんなの一体感とね、違うんですよ、こう本番の時って難しいのが、ミスった時にまず落ち着いて立て直すことを考えずに、まずそのパフォーマンス、自分のパフォーマンスとしての動きを考えちゃう時があるから、なかなか落ち着かない時が出てくるというか、ね、でもさ、ロープのさ、うん、一本一本の色違うって、うん、結構ある、多分そういう自分たちの中で作ってきたロープなのかな、スピードやると特にさ、すごい見え方が可愛いね、でも今日は見づらいけどね。
そうね、うん、やっぱステージのイメージ考えてロープ作ってこないと ね、やっぱねライトって赤と青があるからね。そうですよね。そうだからおあー今言ったらすごかったのになー、ずれちゃったからな。これはちょっと待ってください。あはいはいはい、頑張って頑張って、そこから戻して頑張って頑張れ頑張れ、あれもうスタミナなしでした頑張れ。やっぱりここで おおいいね。最近のやっぱりステップすることじゃすごく上手ですね、本当に。いいねいいね。あいいじゃん。気持ちいい気持ちいい。あ気持ちいいね。こうやって終わらないこと一瞬でステップだけで終わらないのが好き。おお。はい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 大丈夫？ああ。さい。いやいや最後はなんか。合ってる終わり方になった最後のとこあそこからガッていったらまたちょっとね、うん、このチームね予選でもちょっと見たんだけど、はあはあ、ロースの方が全然良かった。あそうやっぱりそれだ。ロープの遊び方が半端じゃないのこのチーム。あーえじゃあ今全然見れてなかったっ見れてない全然あーもったいない、うん、逆にそれが自分たちの中での大事なセールスポイントだったらやらなきゃいけないよ ね。そうだね。失敗しちゃダメよね絶対ね。そこはね。そうだよね、うん、でもそうやって聞くと私は見たかったなと思っちゃうよね。予選見てないからもったいない。今度なんか動画で見てほしいな、このなんか今のダブルダッチのレベルの上がり方っていうのは。それがでもね、うん、まあ本戦ですからね。そうですね。何が起こるかわからない。わからない。本当よ本当ですよ。いやそして次のチーム、次のチームどこですか？今 ね、はい、今ね私ステージこうやって見えるわけよ。あ見えるあ色々あるわけよ。今誰が来てるんですか？池ちゃんじゃん。池ちゃん来てるよね。子供を見せてるよね。後でね。全然ありも超嬉しい、はい、え、サラさん次でどこ？サラさん俺ね、N 次言うよ。ナオはいちゃうナオはわわ、はい、次ね、あのブルーステージの昨日の8位です。はい日本大学、はい日本大学、日本大学 DSP DSP、はい Now or Never。 Now or Never 意味わかりますか？そのままいきます。今やるかもう一生やらないかみたいな。あーかっけえ。 Now or Never じゃあ今やっちゃおうぜ。やっちゃおう。カモン。はい、ああ一二うんうんうん、うん、ああいい、面白い。こういう見せ方上手、今のは。今のは上手。目線の取り方がすごいね客の。ここでなあちょっと止めてほしくなかったな俺。ちょっとあでも演出的に作ったあの抜きだと思うんだけど、美穂ね優しすぎる。いやだってさ誰も優しくねえから。いや今さっきのねあそこのねさっきの勢い超良かったよね。そうトリッキーなところからやっぱり殺しがあんまり欲しくないんだよね俺は。うーんそっか、うん、まあ個人意見ですけどね。はい2分しかないしさもう頂点の戦いだからね。いやいやいや7人か、うん、なんだろう音ってすごい面白いね。これあれでしょセブンディアダウン8アッパーズが使ってる音じゃない確か。もともとダンスのか、うん、なかなかな今の部分だけね。あえ多分だと思うけどな。見ちゃうなこれ、うんうん、見ちゃう。7人の使い方、はい、あなるほど。まあまあ、うん、ナイスグッド。やっぱステップ止まると見ちゃうね。見ちゃう。そうそうそう。おおいいね。1年生チーム。マジでこれ1年生チームなんだ。これすごくない、ね、情報が。えなんかそんな年季には見えない。おお綺麗。そんな風に見えない、ね、これ1年生チームだったら今後楽しみだわ。おーあはーイエーまあ1年つってもねもうやってる人がいたりする可能性あるよね。経験、ね、経験者から最近多いから ね、うん、なんだこれ小中学生からの。そうだよね。だってそんな雰囲気じゃないもんね、うん、初めて1年生には見えない。じゃあ今後やっぱりどんどんダブルダッチ業界は変わってくるよ。変わってくる。このレベルが1年生になると4年生どうなってるんだと。確かに確かに確かに。えでもそれだけこのダブルダッチ
っていう、もうフィールドがガンガン底上げされてるわけだから、うん、でも上がりすぎて一般から見てさ、もう難しい曲だと思われても嫌だね。これさ、7人ってどうなん、7人って、え、やりたい7人チームって、ちょっと多い6人か5人がいい俺のベストは5人か6人だね、やっぱりね。7人まで来るとな、ジュニアだけどね、13人だこれ、13は、うんうん、でもね、やっぱり学年に応じてはね、そうするしかないところだってあるから。なるほどね、まあ、それもルールでいいわけだから。そう、はい、次のチームは昨日の、ステージ予選8位の日本体育大学ランナマから、ラッドオースタイラー、ラッドオースタイラー。なんかでもこう覆してほしいね、それでもチームの人数とか関係なしに、その良さと凄さ見せてほしいから、ね、要はもう結果論なんで、それで13人でも、マジってなったら見てよ。そうですよね。で3人でも、え、マジってなったら結局使い切られてなかったら意味ないですもんね。そうはい、じゃあラットされた、はい、ゲッダー、はい、ん、なんかステージ慣れしてない？やっぱオープニング大事。大事だね。オープニング数十秒大事だね。そう、期待させてほしい。うん。でもそこで戻してほしい。うん。いいね、いいね、いいね。ああ、気持ちいいね。ね。私さ、自分がさ、こうさ、ノリノリになってくるといいわけ。それはまあ、選曲の好みもあるけどさ。いやでもやっぱそこに持っていこうとしないと困るよね。そうそう、見てる人はそういう風にさ、乗らせるとかっていうの、メリハリも大事だし、流れも。サーさんはなんか今これ見ててなかなかあんまりコメントしてないけど、ちょっとね、自分には難しい。僕やっぱロープ見たいんだけど、ゆっくり系はやっぱ回してさ、こうなんていうの、綺麗な形保つの難しいわけだけど、ちょっとなんかさっきのワンズ見ちゃってると、こう遅い系ってもっと飛ばないでほしいみたいな思いとか、なんか技術的なとこ見ちゃうと、あれみたいな。構成とかはちょっとね、置いといて、あ、置いといてね、ちょっと気になっちゃう、ワンズあれだけ見ちゃうと。私なんかやっぱりこう表情的なものとか表現力とか見ちゃうから、どうしても俺はどっちか見骨寄りなのかな。好きだよ、なんかあのみんなの方向が合ってる、見せようとして。ああ、気持ちいいね、今のところとかね。ああ、こういうのを平気で入れれるんで、今の子たちは。ね、ああ、もったいない。あもったいないな、なんか。いけそうだったけどな。なんか、畳込んでるよね、畳込んでる。私は一人で。いいねボタンとダメボタンをもうみんなでこうやってきたね。いいね、いいね、あ、いいこと、今いいこと、いいねとか、2分の間にそう一個一個みたいな、ちゃんといいねと、まあダメやなくてもいいけど、いいね、いいね、あ、ここ良かったんだみたいなのさ。でもさあさあ、みんな違うからさ、それあれ、ライブで、ダッチ見るやつがいなくなっちゃう。数字分かろうって、確かに数字分かろうって。いやー、でもはいはい、まあ、続いてはじゃあ、もうだって1,2,3,4,5,6チームいっちゃった、早っ。次は、はい、昨日の予選ブルーステージ7位、はい、日本体育大学ランナは続きますが、はい、サイガと読みます。見て見て、漢字見て、絶対読めない。これ本人たち書けるんですかね、このさ、金編にまた見たんですよ、何の字だ。大丈夫ですか、これは金属の名前、多分みんな書けません、書けませんよね、はい、意図がは分かるよ、うん、はい、これダブダッチ検定が結構難しい部類に入っちゃうんですね。検定で、これは何と読むチームでしょうかみたいなね。そしたらいっぱいいるわ、もうそれいっぱいいるわ。ちょっと前の方が漢字やばかった。そうですね、漢字だらけだったもんね。だいぶ減ったよね、漢字ね。まあやっぱり特別に大事にしたいって思って、こういうなんかね、難しい名前を決めるチームも結構いますもんね。名前決めるの本当大変だから。でもこういう何がどういうのを見せたいかって、名前でも本当は伝わるわけでしょ、うん、だって名前と自分たちの持ってるイメージがあんまり合ってなかったの ね、うん、ちょっとあれってなったもんね。サイガー、はい、はい、まず1本取ってきたと、はい、まずは、ね、アクロバットでね、うん、足開いたし、このね、うん、動いちゃうやつはな、お、
今のが多分ミスじゃないんです、うん、でも大学生の場合、うん、そう名は綺麗よ、ね、すごい、うん、すごいよね本当に、ね、いけるか、おいよ、緻密だよ、うん、大丈夫大丈夫、こっからほうほう、もうなんか前から見てるとロープに入ってるのかロープの後ろかが分かんない、ね、そうやって言われたらもうロープに入ってないかもしれないと思っちゃうじゃん今多分決めるところはもったいなかったね、この女の子のためいいね、上手です本当にもね、自信があります多分見てる見せてる時に、うん、うん、それがいい、でもさその自信ってすっごい出るじゃん、うん、ステージに、まあ、でも練習してなかったら出ないから、そうね、結局、うん、もう練習が自信になるからね、はい、自分が納得するまでやったっていう、でも多分あのダンスの緩急はあのスピードが成功してての話だから、うーん、そうだ、あー気持ちいい、こういう風に、あらそう、こう来るんだ、あそこから見たかったね、つなぎで見たかったね、わーってなって、うんうんうん、結構雰囲気をこまめに変えてくるね、うん、いや多分動けるメンバーの多分種類とかその出し方っていうのがいっぱいあるんだろうなこのチームは、逆に言えば、うん、あ、今抜けたのか、あー、難しいな、もったいなかったな、今のなかでもね、最後でした、そうかそうか、とりあえずでもね、やっぱ最後で終わっちゃってやっちまったっていうのを出さないでほしいんだよな、まあまあそれはね、しょうがないけどさ、しょうがないけどね、なんかでもそれだいぶ、はい、昔に比べたら減って減ってる、昔、うん、昔なんて、まあそうだね、もう途中でロープ投げて帰ってるとか、名前出すなよ、名前出すなよ名前出すなよ、怒られるから名前出すなよ、そのチーム皆さんが今頭に思い浮かんでるチームだけじゃなくても、なんかこう、まあね、あーあーってがっくりしちゃったり、いやでもね、決勝に出てくるチームにはね、ぜひ見本になるんで、昔は決勝はあったの、あのもう最後、最初から最後までほんとね、大事にしてほしい、そうですね、何があってもノーミスの顔でやってほしいよね、まあ、ノーミスの顔じゃなかったらいいんですけど、やっぱりほら表現皆さんに見せてますから、最後のところそれでいいんですかっていうのはちょっと、ね、まだね、残ってんだよね、それは大事だよね、縄の投げするあたりとかね、でも俺はそれも大事だけど、はい、なんか ロービスでもないのにロービスやりきった感の喜び方するのも気持ち悪い、ダメ、それはダメだ、あれも気持ち悪い、はい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 、次ですよ、そうなんですよ、レッドステージの予選の、私たち熱くなりすぎて、好きだからやっぱりそうなの、しょうがない、一般からの出場、ホーリークラップ、オッケー、そう今いろいろ考えちゃった、こういうのあれなの、別にまあクラップはギリギリ平気、ダメだ、自分たちのあんまりじゃ意味は言わない、もう始まった、はい、よし、チーム名もね、ワールドを行くときはちょっと気にしないとね、あー気持ちいい音、うん、どうする、はいはい、おーいいよ、いいね、うん、はいはい、はいはい、楽しいね、なんか音量が、ね、音量が下がった、もったいないな、もったいない、うん、でもね、さっきもちょっとあったんだよな、こういうの一部もドーン、あー、おい今のいい、偉い、いいよいいよ、ぽく見せたの今、偉いじゃん、いいよ、キャラだよ、キャラキャラで合ってる、うん、はい、うん、まあね、ほうほう、おおしゃれね、おしゃれ、気持ちいい、はい、加えてるよ、派手派手派手、どうよどうよと、はい、このままガッと見せてほしい、うん、はいはいはい、うん、あーなんか音とこのパフォーマンスの感じが合ってない気がするんだけどな俺今のリズム取り方でいいのかな、まあまあまあね、あそれぞれの音もあるけどね、キーだったらこっちを取りたいとかそう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 、あると思う、あーいいね、こういうかっこいいね、こういうベースがドーンって入ってるやつとか好き、うん、あーいいね、はいはいはい、こういう切り替えの仕方は上手だな、あー終わるかと思った一瞬、いや、さっさもう倒れるとかの思ったでしょ今ちょっといやーなんか、おー、あー
係ってさ、うん、めちゃくちゃ大事だと思うんだけど、さっきからいまいちじゃない、みんな止める系というのは、あのと曲止まって自分たちも止まるみたいなやつ、あどうすか結構危険っていうか、これでも危険だけど、はい、決まったらめちゃめちゃで決まってないっすよね、うん、今ね、あみんなそう乗らしてて、ちゃんと客を乗らしてて、一種心っていうか、その間をパンって奪うのはうまくやらないダメ、うまくやらなきゃダメだよね。なんか他のチームで結構そういうのがしてるって風潮になると、うん、半減するじゃん、意味合いが、うん、だって、うん、あの意外性がなくなっちゃう、うん、まあ、ちょっとね、あの若干違う部分、縄の部分ばっか見てるから、うん、全体を見てない部分もあったかもしれないけど、それでもなんかにうまく入れてくるチームはね、引きつけられるんだけど、そうですよね、えなんで止まったのみたいなぐらいだったんだよね、それってすごい危険だよね、うんうん、だから本当は引きつけるために絶対やってるんだけど、うんうん、だから上がってきてパン抜いてポーンっていった方がやっぱりいいんだよね、うん、はい、次のチームでーす、はいはい、昨日の予選ブルーステージ6位、これも一般からね、はい、Who's who? Who's who? Who's who? まあでもみんなね、情熱かけて一個一個さ大事に作ったからね、それをね批判するのも申し訳ないですけど、今更もう今更さんさ変える気ないよ、ただね、私さっき言ってよ、20秒褒めるって言って、ただそういう風に見ちゃうやつもいるぞという話なんだ、だからいいと思う、だから今はもう自由にいろんな意見があっていいんだよ、そう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 、なんだよ、褒めるとこあったら褒めよ、ちょ OK 分かった分かったとか分かってあるかこれカモン、シェイシェイシェイ、おー、うん、切り替えがうまいね、前奏前奏そう来たかっていう、ああ意外性、いいよね、なんかね、こういうなんか飛び方上手よね、うん、気持ちいい、安定してるし、うん、なんか心配がない感じ、あそう楽しんでるもんだって、自分が、ね、うん、おそういう、わあいいね、気持ちいい、うん、やっぱり違うな、あの、うん、始まったところにさ、もう全部のチームの輪がさまとまってるのってなんとなくわかる、わかります、ね、そういうチームってさやっぱりミスが少なかったりする、おー面白い今の、いいよ、おお、うんうんうん、なんかな、何する、おい、おお、そっから行く、うーん、もうちょっと欲しかったね、今のところね、今の止まるんだったら超止まって欲しかった、うん、え、でもあいい、すごくいい、うん、まうまいうまいうまい、こっちも楽しくなる、ほんとほんと、うんうん、なんかみんなのすごくあの曲への統一感がすごいいい、うん、楽しんでる、うん、はい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 、あ、楽しい楽しい、いいね、うん、あーはーいいじゃん、これこのまま行ってほしいけどね、行っとけ行っとけ行っとこう、もうワンサプライズ、そこは行っとこうよ、もっとよ、うん、おいおーおーい、あーこれはあるんじゃないか、はい来ました、おめでとうございます、はい来ました、会場も沸いておりまーすやっぱりダッチョ魅力はノーミスよね、そうね、まあ、やっぱ全然違うよね、違うね、でも行くって思うもんね、やっぱり見てるとね、そうね、行けるチームってね、やっぱさ、待って、丸になってたじゃないですか、丸になってたでしょ、待って何この人この人、ちょっと離れますよ、あれあれサダさん、サダさんどうしたんですか、いや今の見てもまだ不満だと、ちょっと待ってください、行ってください、いっぱい行ってください、今までやっぱね、ロープの何かを見てずっと来てる中で、はいはいはい、もう、なんですかね、いいんですよ、うまいんですけど、はいはい、もう、このぐらいのチームだと、もう、ワン、難しいやつっていうかさ、あトリッキーなロープを、トリッキーなのはね、欲しがっちゃうだけです、それだけです、いい意味で言えば、それだけです、あのチームのレベルをもっと上だと思ってるから、欲しがるってことです、あ、そうです、そうです、ただ、ただ、別にだからといって、トリッキーなロープ入れればいいって問題じゃないんで、そうそうね、そこは、ね、そこは別なんですけど、ただ、はい、個人的に、ね、はい、次のチーム行きましょう、はい、昨日のレッドステージ6位ね、もうね、あの、うん、オープンの一部の最後のチームだからね、はい、一般、はい、パンダコパンダ、いや懐かしいね、このこういうのあったよね、名前ありましたよ、宮崎、はい、宮崎さんのたちの、はい、知ってます、こういうアニメ、知ってますよ、きっと知ってます、知ってますよ、トトロとかの前ですよ、こんなのも大事ですよ、ね、この作品は、ね、はい、ただ、はい、ネーミングでお前らどうしたって、はい、一回なりたくなる俺はパンダコパンダイメージがつかない、まあまあそうだね、どういう、うん、
なるほど。これがパンダコパンダみたいなイメージですね。この子たちによってパンダコパンダをイメージをどうするかだよね。これだいぶ、うん、そらネーミングでかっこいいことしてんじゃねえよ。裏切りたいんですね。そうですね。イメージを裏切りたいんです。でもかっこいい、気持ちいい。かっこいい、平和だよ。ノリは、うん。あいや。気持ちいいよ。だってほら、だんだん順位上がってきてるから。昨日の6位だからね。昨日の6位か、そうだよね。うん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 。カモン。私結構好き。俺も結構好き。サダさんは？まだまだ。ちょっと待って待って。ちょっと待って待って。おーい！来た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 ！大事。今ね、ダブルスで。でもね、ダブルス。そうですね。え、ちょっと短くしてんの？おー、よくいった！見た！見逃さないでみんな、この。ちゃんと決めたから。これ見逃さないで、もう。今の、ふわちゃんところ行ったからすごかったのにな。おー、なんだ今の。あー、いやー、カモンカモン。でもまだ好き。すげえ尿意棒みてえだったら伸縮自在の尿意棒みてえなのと。ミスによって好きか嫌いかどんどん下がってくるの。おお、これは懐かしい。ダメですダメですダメです。ダメです。回してないです回してないですダメですダメです。あんなただキャッチしただけです。やべえや。やばいな。やっぱロープ厳しいな。よしよし行こう行こう。はいはい。声変える枯れるはまだ一部なのに。あやっぱステップ入っちゃう黙っちゃう。見たくなっちゃう。見ちゃう。だってさ外の動きも見ちゃうから。うん。そうですよね。おお。余裕がある。余裕がある、ね、余裕がある、かっこいいじゃん。あ、今の流れつきだな。おーいサッキュー、うん、今の気持ちよさ、サッキュー。あーちゃんとね、ダブルスやってんね。おーい、えらいえらい、えらい、えらい。今の、もう終わっても早く欲しかった。欲しかった。でかいやつが。さい。でもすごい。いやいやいや。ほら、ちょっと待って。ね、パンダコパンダのひらがながさ、うん、いい違和感になったじゃん。何ですか？いいかっこよかったじゃん。いやかっこよかったよ。かっこよかったけど。パンダコパンダは分からない。でもやっぱりサダはけどなのよ。けどな、そうですね。かっこよかったけどなのよ。いや、よかったよ。いいチームだったよ。やっぱり今ね、最後フーズフー、パンダコパンダ。おい、ちょっとあんまりサダと喋らないでしょ。昨日の6位はやっぱもう結構盛り上がったね。うん。結構多分予選の時はもっともっと良かったんじゃないかな、もしかすると。あドキドキ6位に入ったから。ドキドキしたわ、楽しかった。はい、拍手。とりあえず今アップチームの一郎やと10が終わったわけ。でこの後は。おうおうおう、この後は。Who's the fastest でしょ。ファーステスジャンパー。そうだから。ファーステスジャンパーだ。スピード。まずスピードはね。昨日の予選で絞られたジュニア3チーム、Under-93 チーム、オープン3チームが出たでしょ。はい。そっから。1位を出したでしょ、はい、それぞれの、はい、それぞれのさっき出たんだよね、もう1位が要はジュニアアンダーラインでオープンだからね、うん、それの年齢関係なく無差別でその中で誰が一番飛べんのかとやっちゃうしょっていうのを決めるわけだからもしかしたらジュニアが優勝することだって不可能ではないよね。大人よりもジュニアの方がやべえやついるからやばいよ言っても、すごだからもうこれはこれだけは本当に年齢に関係ないと思ってる俺は。ジュニアで1位出して、うん、アンダーナインティ1位出してオープン出してるけど、うん、全然関係なく出すっていうところは良くない？かっこいい。いや、かっこいい。かっこいいよ、これは。日本で、これで日本で、うん、日本じゃね、まあそうだね、日本だね、うん、一応ね、コンテストは日本で、これねトップ1、うん、チャンピオンを決めるわけですから。これまだ誰も知らないの、ここから誰が出てくるか。え、発表されてないの？ここで出るのよ。知らないの？誰も知らないの、これ今。原田家陣も知らない。誰も知らない。やってる人も？プレイヤーも？プレイヤーは後ろでもう待ってんのか全員。いや、はい、待ってます。さあ今お客さんが知りました。ここで知りました初めて。え？でも盛り上がってます。来たとかそう。出てきてか。出てきて。なるほど。違うんですよ。ここで初めてはだから今盛り上がってるんですよ。これ誰が決めたのこの演出？で出てきた。この時初めて分かってます。すごい。これは盛り上がるね。イエーイ。マイケルとロイヤルとあとロイヤルとあと1万。大事ロイヤルイリュージョン大事な名前をあれしてるよマイケルかな。えもう一回言ってもう一回言ってマイケルロイヤルイリュージョンみんなねあっという間に始まりますからね30秒もうブライト 1秒の間に4回ジュニアがブライト正確に右左言うとね8回ぐらい飛びますからごめんどうぞいいよいいよいいですよいいですよちょ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 もう本当に早いから30秒だからもう一瞬で1秒の中で8回飛んでっからね右左右左右左ってチーム名だけもう一回言うよ、はい、ジュニアからブライト、はい、アンダーナインティからロイヤルイリュージョン、はいオープンからマイケルマイケルカモン今知ったんだからねみんなうん
気持ちいい、この静寂気持ちいいよね。俺うるさい？ここはね、静かにして。はい、わかりました。ここは。喋りたい。あ、ちょっと何？フライング気にしてちょっとゆっくり入ったな。うわいいね。いや気持ちいいね。超綺麗。なんかここに立って、ね、こうやってさ、美しい。30秒ある。ね、そうね、生の音聞かせたいですよ。スポットが気持ちいいよ本当にマジで。見てくださいこれ。そう。芸術芸術もはや。おおマジでマジでこれ来ちゃうか、来ちゃう来ちゃう、行っちゃおうこれ、行っちゃう行っちゃう、全員行っちゃおう、全員行っちゃおう、行っちゃおう、イエーイ、これはやばくない、これはね、あのね、誰が一番取ってもね、もうね、もう暗い、私も今年齢分かんなかったもん、どの位置がどれ、いやこれは気持ちいいわ、ほぼだよね、これは気持ちいい、ほら今 MC も行ってるしね、超美しかった、すげーわ、素晴らしい、素晴らしかったね、え、これさいつ出んの、最後、最後もうね、あの厳正なね、スロー再生しながらジャッジの皆さんが、そうなんですよ、分かんないから早すぎて、そう、もう動画撮影なのよこれ今、だってそっか、前みたいに人力じゃねえんだ、人力じゃないですよ、もう追いつきません、追いつきません、追いつきません、その力追いつきませんから、次何？もうあっという間出たよ、ハッキーの続きだ、あ、お願いします、一回お茶飲もう、よし、お願いしますよ、もうワンズ、はい、これだ、魅力が分かってきたこのワンズ、今の、今3チームスピードしたでしょ、うんうん、そっからナンバーワンは決まるけど、でももうその3チームはダブルダッチコンテストワールドは日本代表として、あ、そうなんだ、決定してるから、じゃあおめでとうじゃん、まずとりあえずは、まずはね、代表としてのね、スキルとかワードちゃんと見せてくれたよね、ブライトとロイヤルイリュージョンとマイケル、ね、本当に技量はね、素晴らしい、本当に素晴らしい、おめでとうございます、本当にすごい、いや感動した、よっしゃ、さあ出てきました、ワーズ MC ファーザーですね、いいね、飽きないね、いろいろ混ざってるから、うん、そう、さて今残ってるのが誰と誰ですか、ケイタと、あ、ケイタと、コウヤと、コウヤと大地、大地、皆さん実は聞いてください、今日コウヤはまだ、うん、本日のね、このファイナル残ってなくて、まだ決まってなくて、今日の朝の段階ではね、はい、今日の、はい、ラストサイファー、ラストワンワンの方で決まったんですよね、今日やってたの、なんか予選、自分たちがまだまだその準備してる段階でワンズのラストワンを決めるサイファーが行われてたんですよ、あ、そこでやってたよね、はい、イベント行われてて、はい、そこでまず声は今日6回、あ、そう、そこでそんなやってんの、そう、それ決まったんです、はい、なるほど、じゃあ私たちが見る前にもう何ムーブもやってるってこと、6ムーブまず、ほうほう、え、すごいやん、で、次に3ムーブ、さっき3ムーブやったよね、はい、同点になっちゃったから、そう、イワネスとね、そう、うん、で、ゆうちゃんと、次ちゃんと2ムーブ、はい、次はどこだったら、ケイだと2ムーブで、計13ムーブやってるんです、あ、なんかこれ、ということはさっきの時点で他の人よりももう6ムーブやった時点で先だったの、そう、だからちょっとよくわからないんですよね、13ムーブはすごいことなんですか、やべやばい、やべ、きついですかね、サダさん、はい、後で殺されますこんなこと言ったら後で殺されます、サダ君、これ何、マスクして帰って、覆面して帰って、覆面して帰って一応ね13ムーブはね、うん、本当に苦しいと思う、苦しい、うん、このいや練習とかの環境だったらまだうまくタイミング取るのができるけども、このステージの上で、うん、気持ちも上がってる中、口も乾く中での13ムーブはだいぶ足にも来るし、なるほど、辛い辛い、なんかあれだよね、いきなり指名が入ってたよね、さっきね、そう指名されてたよね、こうやね、そう、だから連チャンでもやってるから、これだからあれは知ってるから余計この方をやっつけようとしたんだ、そうなるほどね、もしそこで勝ったからね、まあ荒野がこれで優勝してしまったら、はあ、マジですごい、そうだよね、本当に初、なるほどね、そんなこと今まで起きてなかった、うん、起きてないってこと、まあ、そのぐらいすごいと、うん、そのぐらいすごい、今私たちジャッジでもなんでもないじゃん、応援したくなっちゃうよね、うん、まあでもね、そんな中はい、その他の勇者たちはどうなんですか、はい、ケイさん、勇者、はい、いやでもそれぞれはそれぞれのドラマがあってさ、思いもあるから、それぞれはもう先に決まってるメンバーももちろんいますし、はい、それに対して今回のに対してうまく照準を絞って大会にも出てきたりしてるので、そうだよね、そうだよね、なんですけど要は今そのシンデレラストーリーを歩いてるのが、まあ、荒野だってね、はい、これが面白いんですよね、言ったら流れ的に言ったら、まあ、ある意味まあなんだろう、もう、うん、こうプレッシャーを超えてる状態なのかもしれないし、はい、もうネタ切れで、もしくは疲れて、はい、かもしれない、かもしれない、でもね、そういう時に出るよね、出ますね、そうね、カジマの、うん、
客とかそういう見てる側の人たちの気持ちも乗ってくるのが分かるだから乗ってるでしょ。そうね、これはね、見せてほしいね。いや、ワンズちょっと見てる方すごいテンション上がるね。楽しいね。持っていかれる可能性もありますよね。もうこれもれこう本当に本当に本当に決勝ね。これ決勝もうファイナル。もう一番が決まるのね。はい。いやー、これはだって何大会もやってるわけでしょ。今日に至るまでに、うん、いろんなとこで。いろんなとこでやってきた。これ何回やるの？ 3? 分かんない。何ムーブだろう。もうずっと喋ってるからさ、MC の言葉何も聞いてないんだよ。だってもうそもそも聞くあれないんだもん。多分スリーぐらいはあるんじゃね。あるかな。まあ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 。聞くないんだもん。何？ほう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 。分かんねえよもう。どっちなの？ポウポウポウ。マジでポウって。どのぐらい？どっち？ふうって言われたらほうみたいな感じだったよ。なんかこれなんか見に来たよ。見に来たよ。何これ？まずはわけわからなくなっちゃうからやめろよ。なんか見に来てるよ上に。何これ？これ何？キエさんやめろ。そうか。飲み会じゃない。すいません。これね、今日世界各国に流れますからね。世界各国に流れますからね。これなんですか？あ、誰でもいいからもう上に上がって見に来いよ。はい、多分。選手じゃない、多分選手じゃないよね、選手じゃない人も来てるね。え、楽しみたい人はいいじゃん、こういうの。いい、ね、うん、楽しいっちゃ楽しいよね。セコンドに着くから、うわー、いいね。やっぱ、荒野はね、いろいろね、小さい子たちも教えてるからね、今ね、ゾロ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 小さい子たち上がってるね。先生のね、それでも、でもストリートでバトルしたらこういうことになっちゃう。ね、なっちゃう、そうそうそう。これいい、これいい、雰囲気がいい。アウェイだったら、自分の応援が少ない中で戦わなきゃいけないとかやっぱあるじゃん、バトルって。面白いいねこれ。あ、これこんなんないでしょ。若干心配な顔で見てます。え、何？何なんすか、何なんすか、何なんすか。すげえわちゃわちゃになっちゃった。わちゃわちゃになってか心配ですね。これちょっと待ってね。心配です、心配ですね。ちょっとね。ただ気をつけてね。僕はね、こうやってね、客が上がって間近でヒーローが誕生する瞬間っていうのをやっぱり子供たち、学生たちにやっぱり見てもらえると、やっぱそれだけでシーンの拡大にもつながるし、素敵なことではあるかなと思ってますね、本当に。いろいろなものを超えてますよ今、はい、これはいや、これ気持ちいい な, なんかすごいね。もうちょっと私たちあっち行きたいね。あっち行きたい。ステージ行きたいね。今ね、私たち配信してる、さっき真ん中にいたトモヤが端っこの方にいるもん。もう追いやられてるもん、右のステージの一番端っこの方に。今ね、この動画じゃなくて配信コメントしてるのは、うん、割とね、聞いてる人に説明すると、うん、会場の座席の一番後ろの、うん、しかもガラス遮断されてるところにいるんだよね。あ、そうです、そうですね。だから、はい、画面からは臨場感伝わるけど、声とかはまだ生で。そうめっちゃあっち行きたい。危ないよ、乗り切れてないよ、もうもう危ないから。もう帰りなさい。そう、止めないと。もう帰りなさい、もう帰りなさい。もう止め、ね、ステージの前はダメです。お客さん見てるから。わざ。前のステージは見ないようにしなさい。ね、帰りなさい。スタッフ早く吐きさせなさい。吐きさせない、そこは。危ないです。ね、うん。危険だわよ。そうだよ。うんうん、さあ、こんなに人が集まってくれた大地。おお。ねえ、こうや。こう見えるとね。この二人はもう今、一番苦しい状況。やらなきゃいけないっていう一番苦しい状況に追いやられてる。そうだよね。でもここで出せるパワーっていうのがあなたたちの力だから頑張れ二人とも。いやー、イエーイ、こっちもできてるぜ。でも超楽しそうじゃん。いや、これ本人たちも絶対一緒、うん、いいね、絶対来てるっしょこれ。まあでもね、テンション上げつつもいつもと同じ雰囲気にしないとね、うん、引っかかったりする可能性もあるわけじゃん。そうですね。今これはスタートが決まってないの。もう2人の空気感で決まるから。で、どういうこと？これあれ、ここは決まってないの。どっちが来るか分からないの、まだ。どっちでもいいの、ね、どっちでもいいの。仕掛けたでもいいし、待ってもいいわけ。このね、何それ、最初のこのいつ来んのっていうのがまたね。イエーイ、はい、あっち行きたい。どうすんのこれ。おい、気持ちいいよ。どっちから行くのこれは。さあ、これ入る順番によっては大事だね。順番と音のハマり方、要はハマるのが流れてから入っちゃうと苦しくなるし、うん、だからもういけると思ったら行っちゃった方がもう止めに行ける、はめに行ける。すげえ待ってんじゃん。どうすんのこれ。いやー、俺入っちゃってるな。やばできねえな、俺だったら入っちゃうな。あー、これちょっと、だってもう荒野は完全待ってる。これ二人とも待ってるよね、これね。待ってる待ってる。どうするこれ、どうすんの。
なにこれ。やっぱり時間がかかっちゃうわけね、はい、そうなるわけね。そうなりますね。で今回していきたいとか飛んで欲しいな逆に ね、いや今岩井に飛んで欲しかったな。そしたらめっちゃウケるよね。はい、はい、はい、はもうね違うのよこれね、はあ、これ決まっちゃうとねみんなが大人慣れしちゃってるからもったいないのよ、うん、あなるほどね。大人慣れしない時に入ってはめてるからかっこよく見えるのよ。だいたい来るのが分かってるからもう。いや慎重になってんだね、はい、2人とも。そうでももう仕方ないけどね。タンタカタタ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 タンタンタタタタタタスタタンタタタンドンドンドンタタタンドン。はいはいドン。見ちゃうな。はいイエーイ。食べれなくなっちゃう。さあ、どういくさあ、これに対しておやもう今日13ムーブして14ドンドンつっムーブ目だよ。ドンドンつっはいおダンタッタタンタッタタッタッタッタあ今の細かいとこハマったイメージがあるよね。いいね。うん、今よかったね。気持ちよ。お、まだいくよ。まだよ。まだ読み合いしてるかもしんない。うんうん、こうやろ、このステップ気持ちいいのよね、てる見てると。乗ってる乗ってる。長くやるね。いいね。いいね。リラックスしてんな、2人とも。2人とも心配しませんね。気持ちいいね、見てて。音を取り方上手だし。カモン。ターナーもさ、結構プレッシャーじゃない。もう決まってるから逆に次は音を取りやすくなってるね。でもターナーはダブルダッチ業界でも結構うまい子、うまいって言われてる2人だから、もう。そうだよね。こうやって今みたいにはめ切れるとやっぱり乗ってくるっていうか、周りもどう来るか分かってないから。おいおいおい、おーはーはい。え、ちょっとショートすぎない今、第一、ね、2回ともどうした。こうやよりはもっと攻めれるよね。ああ、え、だって2ムーブだったらちょっとどっちかわかんないんだけど。ああ、もう終わりだよ。わかんないの。ちょっと様子を見る、MC ファーザーの。おー、あれね、なるほど。あ、はい、あ、ここで終わっちゃダメだね、多分。もうちょっと面白いのいけたら、今のがなくなるぐらいのイメージまで持っていけるかもな。やっぱさっきのね、リカバリーの話聞いちゃってると、うん、ちょっとちょっと今のあれだよね。うん、やばいよね。頑張れ。でも雰囲気的になんかトゥーブームじゃなさそうだな。若干、いや今のハマった瞬間に思いっきり強いのが欲しいね。欲しいよね。わかるよ。これちょっと。わかるそれ。まずいんじゃないか、うん、これ。でもさ、長いだけになっちゃう。こうやさ、あれ、うん、ギリギリまで長く飛ぶね。一番今日飛んでる。飛んでるのに。そう、うん。でもやっぱり多分。全然長く飛ぶね。決めに行きたいんじゃない？やっぱり。あれやっぱりまた3ムーブ目あるね。これラストだね。ここからだよ。ここで攻めようと攻めようとするんじゃない？これ一発でも決めに行くんだよ、二人とも。どのムーブ？そう、おい、そう。気持ち熱く、いいじゃない。グッド、おい、おい、セイ。うわぁ、もう見ちゃいたい俺、もう。ねねね、気持ちいい。ちょっと同じっぽくなってるよ、ちょっと今動きが。そう、変換が必要になるよ、そこで。あれ、もうワン攻め。欲しいんじゃねえの。うん、今ちょっと考えすぎてるんじゃないか。いいよ、いいよ。こっちもヒヤヒヤするぜ、見てて。すごい、すごい、すごい、すごい。さあ、決めなきゃいけないんだよ、こっちで。おおお、お、あー、気持ちいい。お、いいよ。おー、あー、よっしゃい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんかね、来たよ、来てるよ。来てる、来てる。あ、はま、入ったね、入ったね、入ったね。もう、気持ちが体にはま、入ったね。もう無我夢中だと思う今、がむしゃらな状態に入ってると思う今。お、考えるな、考えるな。そうだ、30秒ここ、はい、お、そういう攻めできた。こっから13ムーブやるね、やってんだよ。ねえ、ほんとだよ。もう15やっていくからね。
わー、今のはありなのかな、どうなのかな、まあこれはね、生で見てるジャッジがね、そのお二人のねバイブスで大体決まると思う。ステージ上にいないと分かんない、あの空気感はあるよ、もう怖そうね。最後は俺今ここドローでもいいかなと思ってるぐらい、まだこれさ、ドロー、ドロー、ドローでもいいと思ってる今俺はまだ。果たしてどちらが勝ったのか、ここは相談していいわけね、ここは相談なんだ。そうだね、多分俺どっち、あのここであげるんじゃなくて向こう行ってジャッジが相談ではなく、もうすでに自分決まっててそれを言って、その結果として報告するだけで、あの勝ち名乗りをするっていう感じなので、別にもうそこで相談して誰にするとか言ってるわけではない。なるほど、なるほど、なるほど、もうあの決めてるけどみたいな。ありがとうございます。でもあのー、白熱だいたい後ろ行くと分かる、もうだいたい3、1に分かれてる基本は。いやもう一回ね、もう一回見たい俺は、確かに、ね、コメントをもう一回欲しい、全員のまた、ケイさんに細かく、今今日のワンズの全部ってこと。そうそう、じゃあちょっとそれ二人で飲んでもらっていいかな。ほんとね聞きたいよね、ほんとに聞きたい。そうね、あとまた本人にもね、もちろんそういう企画もあってもいいよね、でも結局俺が話してるのはなんかファンとしてというか観客として見てて、やっぱこう来てほしいっていう思いで見ちゃうから。でもそれが一番あるべき姿だよね。そうそう、なんか王子様は王子様であってほしい、だからこの曲の この曲の時はあなたはこうあってほしいみたいな、うん、っていうやっぱり。でもその意見がたくさんあっていいじゃん、キエはキエのその王子様がいて、そういう楽しみがあるんだね、曲があれだはめるから、ジャッジ全員のやってほしいイメージがあるから、それがフィットするかしないかだからね。正解はないけど、面白いよね。なるほどね。あーどうなるの、真ん中立っていただいて、ジャッジ何人いたっけ、はい、4人いて、シゲと達也とマサ決まったのこれ。でも、もう4人ともね、ダブルダッチ業界ではね、結構名前の知れたね、うんうん、本当にいろいろと頑張ってきた人たちなので、有名な人たちばっかりなので、うん、はい、ちょっとドキドキです、楽しみですね。決まってんだ、ドキドキです、ドローじゃねえんだ、ドローじゃないよ、ドキドキです、ドキドキです。じゃあ俺も3、2、1って言っちゃおうかな、みんなで言おう。じゃあ言っていただけたらなと思いますが、はい、ご協力いただけますでしょうか。イエーイ、この配信を見てるみんなも言おう、部屋で一人で言おう。そうだね、シリーズ1、ここはちょっとこうやと大地を応援して、本当にいや素敵だった、本当に二人とも本当にすごかった、全員すごかったよ、ワンズ出た人、そしてこの頂点だと二人で、あ、やべえ、行くよ、はい、はい、行きますね、うるさいの俺ら、はい、ファザーのきっかけで見事、見事最強の座を手にしたのはこいつ、参りましょう、3、2、1、うわーこうやねー、2連続、いやいや大地くんめっちゃ良かった、2年連続頑張った、これは頑張った、ね、今日頑張った、マジで大地おめでとう、大地おめでとう、すごいことも偉いぞ、いやお疲れ様、お疲れ様、本当に16ムーブした、やばい、いやすごいな、いやワンズやばい、その大地には本日のジャッジ、わー泣くわそりゃね、いやダブルダッチワンズファイナルウィナーのパネル中央、いやいやいや、おめでとう大地くん、大地もずっとねこれ取りたくて頑張ったと思うからね、本当に、うん、すごいこと、うん、イエーイ、おめでとう、おめでとう、すごいすごい、いや結構ねもう3ムーブ目で決めに行ってたから、やっぱりそういう熱さっていうのは多分ジャッジも感じたのかなって思うし、いやいやいや、今ね試合形式で見たけど、これがさ、うん、なんだよこれ、クラブとかさ、はいはい、その辺でねいきなり始まった時のまたバトルもさ、はい、うんうん、楽しいよね、楽しい、本当に本当にこういうことが起こり得ることか、あの感じなくてから今はね、またねこのプレッシャーの中でもいいんだけど、こういうのがね、うん、自然とできた時のやつも見てほしいよね、あのさ、はい、大地くん、はい、
今日、うん、一回も引っかかってない。プレゼントのサラマス。一回も。え、全部で。素晴らしい。それもまたすごい、ね。やばい。飛ぶ技量がすごい高いってことよ言ったら。あれ、それをもうカウントもできてなかったぐらい。今聞いて知ったもん。すごいね。すごい。それはもう。グッドだ本当にナイスだ素晴らしい。ちゃんと自分で。いや泣いてんのかな大地くんこっちから 見えないかわかんないけど。いや泣くでしょ。今夜も泣いてると思うけど。今夜も泣いてるか。おいいね声切る。いい声してるな。感動しちゃうなこういうの。うん。そりゃそうだよ。あのしかまだ言ってない。あいいね。おいいじゃん。よかったね。うん、この上なく幸せです。おおかっこいいおめでとうかっこいい。おめでとう。ジーンとくる。いいね、すごい、うん。おめでとうございます。ちなみに20万円の使い道は。そこ。わからんわ。今は。なんか欲しいよねみんなね。何よ。かわいい。かわいい。かわいい。みんな20万欲しいよねってこと？うん、みんなになんかチョコでもいいから買ってあげるぐらいのイメージじゃないから、なんか欲しいよねって。なんかそうやって言える大地はね優しいですねなんか見てて、うん、みんな素敵ね素敵おめでとう大地そうかまずファイナル優勝者は大地でした大地そして、はい、16ムーブして2位になったけど、はい、高野に拍手あいや本当にすごい本当にすごかったよいや高野くんもね朝っていうか昼間のやつでここの場に立ってたわけだから、うん、すごいもうみんなすごい、うん、そうすごい本当にだから小屋は結局最後は足に来たっていうのがオチからいや来るよねまあでもその中でね、うん、あの速いステップでね、うん、攻めに行ったけどね行った、うんうん、だから気持ちは素晴らしかった本当に頑張ったすごいね本当に2人ともお疲れ様でしたグッジョー素晴らしかった、うん私こんなファイナル見てなかったから今までサダ君もでしょいやあちょこちょこ見てはいたんですけど、うん、あのルールとかがやっぱりなかなかまだ分かってなかったのもあって、うん、あれなんでこっちが勝つのかなとかあれこれなんだみたいなのもあったんですけどキエ君に、はい、今日いろいろ教えてもらってあのその深さと楽しみ方を、ね、あの教わったらめちゃくちゃ楽しくなりましたいやね、はい、私ワンズちょこちょこ見てたけどファイナルをこうやって見たのは初ですかいやもうマジファイナルは本当にもう格別の面白いみんなのドキドキしたやっぱり今まで1年間頑張ってストーリーとかもあるしそれも知ってるかな、ね、そうだよねそれが一日のこのステージの上だけで人に絞られちゃうんだからいやでもみんなもねこんな近くでね、うんうん、見られてよかったよかったよナイスなんかすごく今回のコンテストというかお客さんも楽しみながら、ね、そうだね演者もヒーローになりながら本当に頑張れてるのかな楽しめてるのかなと思って、うん、結構一体感があるよね、うん、見てる方とやってる方とい や、うん、疲れた。コメントとかよりもあの、ね、もう見ててなんかその気持ちに立っちゃってさっきワンズあったでしょ、うん、今の決勝の前が始まって後からの喉の疲労がすごい、はい、いや本当に多分今んあの俺今口臭いの自信ありますえ口が臭いのが自信あります今口乾きすぎて水分取ってなくてその上お茶ある、ね、レッドブル飲んでるから口臭い、うん、絶対に今でそれだけ白熱しちゃうっていうことよ白熱しちゃうってことそうなんですよねもうダーッと来たね今ねいやだ、うん、あ、うん、来ましたよ聞こえますかいい音聞こえますかフリスク登場ありがとうございますさあこれさこれちょっと今ちょっと僕らちょっと休まってるけど、はい、もうすぐ始まるのこれ。ああ、来た2部。そうだよもうねあの休む暇なく。オープンのパフォーマンスの2部。休む暇なく。じゃあこれでオープンパフォーマンス2部。蹴られていきます。わあ。さっきまでは昨日の予選の226、226って全部ジュニアサンダーナインとジュニアサンダーナインティとオープンで226から今日でしょ。うん、はい。で。大丈夫サンダ君辛すぎじゃんミントそんなに辛い食べれないじゃんでねさっきの一部は10位から6位が来たんですよ、はいはいはい、でこっからは昨日の5位から1位までをさらにヤバいやつなんですかもしかしてそう
それは楽しみですね。その昨日の10位とあとシード、シードシードシード、ダブルダッチデライトの一般の優勝チーム、これ何カンペ見るよ、カンペ139、あ、OK、わー、怖い。オープンは139チームから、はい、今日の21チームになった。なるほど。ミント辛っ。辛いよこれ。おい、おいしゃ。ミンティアの話しかさっきから知らないけど。辛っ。ちょっと待ってくれ。目覚めた、超目覚めた。ダズルも登山用ロープを使ってるわけね。なんでそんなに、ちょっと待って。それもいらなくね。そんなにロープが気になるの。いや、どのくらいの硬さとか知りたいし。でもさ、登山使ってるチーム多くない？いやいや、はい、いきますよ。次は昨日のブルーステージ5位、はい、一般からの登場ダゾー、yeah、あ、3人だ、3人よ。もうほう、ちょっとあれですね、タップの音、タップの音ね、うん、大丈夫、タップ、うんうんうん、してないよ。ねねねね、わかるよ、言いたいことわかるよ。いいの、うん、いいの、タップの音を使ってるんだけど全部の音は入れてないの、うん、そう、全部の音は使い切れないよ。3人でもだって滑って飛べないから。そうか、でもなんかいいね、雰囲気いいね、うん、こういうテイスト、うんうんうん、でももう5位だからね。でも上手、うん、あ、滑らかリリース、滑らかリリース、うん、名前が出てる。体もロープも滑らか、うん、あー、うんうん、いいわ、綺麗。ちゃんとイメージ、イメージが出てるね、うん、そういうの素晴らしいね、うん、作り込み具合が分かる。あー、おーい、すごい今の。どういうこと？だから足で挟んで、足で投げてキャッチしたよね。いや、多分足に絡ましてじゃないから。ここからよ、これその膝から離して。何これ、今見た？これって何？ちょっとミスって、キャッチミスした後の戻しのあたりのね、戻しっぷりがいいよ。ちょっと巻き戻してもらっていい？もう見切れない、うん、いやなかなかよ。ねえ、はい、この辺をこういうのもしっかり、うん、うん、何、はい、今のは何だったの、失敗だったの、ね、分かんないんだよね、多分ね、重ねてんだよね。そうなんだ。でもちょっと分かりづらいね。おー、ほう、いろいろ考えてるね、はい、ほう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 。さっきのやっぱりカラッと回したのがあったじゃない、絡まって、はい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 、あれがあったから今ハサミがどうなるんだろう、楽しみがあってさ、はい、何もなかったのか、まあまあまあ、そうだね、寂しかったな、ね、うん、今の見てたの、うん、いや、あの体にくるくるしてた、あー、イエー、あれですよね、ジャパニーズグロリンチョですよね、ジャパニーズグロリンチョの、ね、あれ待って、グロリンチョですよね。俺ら今3人噛み合ってるか、こういうグロリンチョ。もうね、噛み合わないんですよ。見る視点が違うんですから、みんな見る視点違いますから。いやー、今良かったよ。でもいいロープ、いいロープさばき。何、今さ、カンペ出してくれる原田純の字が汚くてさ、はい、ああノーミスとか、ス、私一般って読んじゃったもん、うん、ノーミス。そうね、でもなんか超安定してたよ。安定してんだよね。しかもね、ちょっとノミスかどうか疑わしとこあったからさ、あの、え、でもあれは、うん、あのあ、そういうものだよ。ちょっとあった、そう、わかんないから、あったよ、うん、あれはね、あれはミスだよ、原時純が。いや、あれミスだよ、あれ。ノミスって言ってるから。いやいやいや、まあ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 、まあ、待ってくれ、私はミスじゃなかったと思う。え、まあまあ、ダズルでした。ただね、いやでもね、素晴らしいロープ表現、はいはいはい、ロープの顔が見えますよね、はい、色気、うん、見えました、ロープの色気、見えた、ロープの色気。女の子ばっか見てんじゃないでしょうね、女の子ばっかり、女の子しかいなかった、女の子しかいなかったもん。はい、次いきますよ、はい、レッドステージの昨日の5位、予選5位、これも一般の出場で、Die you in my shoe。 どういうこと、どういう意味だろう、どういう意味。台は多分あの死ぬじゃなくて髪の毛色染めるみたいな台だと思うんだけど、ヒューって何、I don't know。 なんだろう、 Die you in my Hugh が分からんな。ここもあれ3人チーム、3人なんです、はい、お、うんうん、ちょっとハウサー的な、そんなことなかった、5秒だった、うん、あれ、イワネス、あ、イワネスですね、うん、はい、はい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 、うんうん、フリージャズから始まり、結構難しい取り方だよね。うん、難しい。どう取ってんだろう。ハードルが高い音源を選んでるね。うんうんうん。面白い。
いいね今のはいいねいいねなんであの音からこの音うんいやでもね、あ勝ち上がってることはね、それだけじゃねえってことでしょ。いやそうだよ、そうだよどうしたいんだこれ、こ笑わしたいのか、何したいんだ。いやいやいや、こっからあんの。あ、佐々木来たよ。ほうほうほう、あま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 あ、ちょっと待って、大丈夫。え、うん、うん、はい、うん、はい、うん、1本が、1本がどうなるの。2本になったんだけど何のためだった今のまま本当に。あまあまあまあよくあるやつ、はい、そうそう知ってる知ってる、うん、はい、でも楽しそうよ。そうそうそうなの、うん、このいろいろ挑戦してる。あれ今こっちもロミスじゃない。ロミスうんちょっと待って。イエーイ。え、私は好き。あー違う違う、ミホレ私はって言っちゃったら俺らは嫌いみたいになっちゃって私はって言わないでよ。私好きでいいじゃん別に。私好き。俺いきなり振り回されたのに知ってね。そんなことねえのに別に。いやほらだっていろんな表現の方法にチャレンジしたの。そう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 、チャレンジしたの。3チームって感じしなかったよね、うん、確かに確かに確かに。なんかそういうかわいそうとか大変だよねとか、そういうのない、そう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 、そういうのなくて、うん、楽しそうだった。自分たちからなんかプレゼンしに来てるみたいなね。そうそうそう、楽しいみんなって。そう止まる感じとかね、あの、うん、全然関係ないけど横向くあたりのあの辺の力の抜き加減とかも、うん、ちゃんと色をさ作り込んでると思う、うん、すごく自分たちの見せ方の脳みそったすごい、うん、大優だから3人で残ってるっていうのはすごくない。逆にすごいそうやって考えると。そうだよそうだよ、うん、さっきのチーム3人だったし ね、うん、なんかね違う視点で 見させられちゃったんで、うん、技術的なもの入ってた。大丈夫入れてた。はい次のチームちょっとねすみません、ちょっと他の部分が魅力で。はい次のチーム、はい、なんだこれ。はい来ました。ステージの昨日予選4位ね。はい、はい、4位4位。一般からの所属は一般、はい、平成たぬき合戦ポンポコ。はい、あれ大丈夫ですか。これね、はい、ちょっと情報によると、はい、なんでこんな名前使ったのってある人に聞いたんですよ、うん、聞いたの。もしかして私も知りたかったよ。何ですか、はい、平成だから。そう最後だから。もう最後だから安いっちゃいましょう。ちょっとそれだけ安いって言わないで始まった。始まったよ、期待期待してるから。ポンポコ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 タッタッタ。いやきっと見せてくれるはずでしょもうまあまあ、うん、こんなこれを、うんうん、おうまい、今晴れたところにうまく空気、ね、うん、抜かしたね、うんうんうん、面白い選曲も。ん？おお、なかなかの、ね、おすごいじゃん。ちゃんと余裕があって早いね。気持ちいい、つなぎも、うんうん、あ、いいね、うん。おお、あー今のなんだ、大丈夫か。今持ったでしょ、だって。ああ、そっかそっかそっか。勝つでしょ。勝つね。着地もそういう技だよね。すごい、そうそうそう、うん、きっと、うん、今のカバーちょっとだったら、かっけー、うん、かっけー、かっけー。いいね。おお、いきなりね、そこでボックス、そこでボックス使え。スクエアになった。いいとこでボックス使うね。あらいいとこでボックス作るね。いやいやいや、どんなところのボックスのやつ。いやいやいや、交互のやつをそこで使っちゃって、まだやる、まだ止まないよ。どこで止まる。引っかかってないよね。止まらなかったぜ。いいやるね、すごい。いいどうなっちゃうのこの後は。おーい、はいはい。おー、今焦ったけど、ね、今一瞬入り、音が、あーそっから、からのからのまだあるからのあれ弱ですかわー、はい、せい、せい、せい、最後、最後頼むよ。いやー、いやー、あーポンポコー。いや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 、2か3くらいしなかった今。いや2だね、2か途中まで脳みそでもさ、あのなんだろう、2ミスはしたけども、ああいうさトリッキーっていうか、その技術力を半端じゃなく見せれること。そうね、そうね、
すごいよね。やっぱり取り組んでるだけあって、そのミスがじゃあ何だったのって思わせるぐらい、思わせるぐらいね、勝たせてあげたくなるようなチームのそのスキルレベルというか、うん、ミスがどうこうっていうのね、あんまりね、ビビりすぎるとまた違う話になっちゃうし、うん、でああいうさ、曲とか演出とかって外すと外れちゃうじゃん、うん、でも決めるとめっちゃ生きるじゃん、うん、でも生きたよね、うん、すごかった本当に、ね、うん、全部の演出が過去から、まあ、強いて言うのは最後のところはちょっとでもね、うん、なんかグンって来てほしかったんでしょ、あれ、あの誰、あれだけのチームだから、うん、あの流れからの後半がよ、よかったよね、ちょっと置いて終わったよね、うん、そうだから最後の最後、うんうん、縄がもうほら死んでるじゃん、うん、そこもなんかね色つけてほしいね、もう一個グンって終わってほしかったけど、うん、置いて終わったっていう、まあ置き方 ね、 そうそうね、まあまあまあでもね、はい、次のチームです、よかったよかったよかった、だってもうはい次、うん、ステージの4位ね、4位、はい、所属、ああもう入ってきてるところからもうなんか、あーなんか、あーそういう意味か、みんなあのね、関東と関西のミックスってこと、うん、はい、はい、はい、での出演ね、これが何位だ、アンクラウン、昨日の4位よ、はい、アンクラウン、はい、はい、4位、はい、4位、すごいな、もうここで白ってわかるもん、うん、衣装がいっぱいね、このフードはどうなんだっけ、7人かな、うん、ずっとかぶってるパターン、1,2,3,4,5,6,7人、7人、はい、アンクラン、フードって結構ね、うん、気になっちゃうんだよね、あ、自分がプレイヤーとしてってことでしょ、どう使うの最初だけ、大体そうですよねはい、すぐ、まあまあまあ、はい、そういうこと、まあ、全員女、お、気持ちいい今の、ね、なんかね、上手今のハマり方は、うん、全員女の人だ、なんかいいんじゃない、おー、はい、いいね、こういう使い方は好きだな、ね、俺、ね、なんかさ、うん、結構力強い女性チーム、さっきもリトルクイーンもそうだったけど、うん、女だてらに、はい、ガンガンパワフル、はい、俺ね、もうちょっとオープニングの音でのかっこよさが見たかったな、あ、もっとイメージつけてからこの音来たらかっこよかったかもしれない、ちょっと早かったな、上手ね、うん、かっこいい、でれ、うん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 、でてれてれれ、結構オールドスクールの音も使いながら、いやもうでもここまで来るとさ、ちょっとのことで、うん、今のなんで入んなかったんだけど、いや、ちょっとね、ごめん、今ね、うん、白衣装がハレーションでちょっとね、あー、なるほどね、そう、ちょっと予想以上にちょっと僕の目をね、惑わすんだよね、なるほど、なるほど、うん、でも、なんか男の子たちがやってるよりも力強く見えるの、なぜかな、うん、かっこよく見える、意識してんね、うん、ね、まあ、大きく見える衣装も選んでるしね、動きが、うん、結構、パワフルに見えるように、いやかっこいい、ね、もしかしたら黄色のロープじゃなかったらもっと良かったかもしれないな、もう最後今みんなこうしたよ、うん、じゃあ僕もやります、なんかかっこいいってクールだね、うん、そうね、うん、パワフル、あ、本当に女の子たちだけ、そうそう、全員女の子、すごいね、うん、アンクラウン、そうなんだね、さっきはだってほら6人で平成たぬき合戦ポンポが同じ4位で全員男でしょ、うん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 、で次同じ4位同士で全員女よ、うんうん、面白い、次がね、はい、シードなんです、シード、次は、はい、昨日の予選じゃなくて、はい、去年の2018年10月にダブルダッチデライト、はい、ジャパン、ジャパンで、はい、ありましたね、はい、ありましたね、それの一般部門優勝がいつも、コンテストの一般オープンとして出れるじゃないですか、はいはい、出れますね、そのシードチームです、はい、お名前はビシャモンテーン、ビシャモンテーン、さあでもこんだけ時間あったんだからどこまでのものを作り上げて楽しみじゃないですか、そうね、そうなんですよ、もう決まってたんですからファイナルが、またちょっと違うわけじゃん、はい、昨日予選で本戦出るって決まったチームとは違うもんね、はい、もう5ヶ月あったファイナルですからね、もう速攻で決まってますからね、これのデライトさんタイムはデライトのタイム違うんですか、時は2分半ですか、2分半、じゃあそれより短くね、そうそう、切ってこなきゃいけないからね、あ、でも本戦は違うからね、3分以内、2分半以内だと思うから、多分
ファイナルだけは違う。本戦2分だっけ。あれ俺の勘違いか。原武選手すいません。えワールドが2分ワールドがよっしゃ。一般からの一般チームね。黙って見ちゃ う見ちゃうね、うん、ちょっとね期待しちゃうからね。そうね、そう期待しちゃうよね、まあ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 、シードだしね、うんうん、時間があるとかってあるからね。うん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 。さあさあさあそうね、うん、えそういつそうじゃないのよ。わかるわかるわかる、うん、集中しちゃうんだよね。これいつ、いつね、いい裏切りしてくれんのか。じゃ、ら、いや、すごいことはすごいのよ。ただ何がハメで何が止めなのかが分かんなくて、僕俺ほら音の流れの中で音は流れてるのにハメとかが結構止まってたりとか。なるほどね。そういうのがちょっと難しい、うん、分かりづらい、その部分はね。このね、メリハリがね、ガッとまだそう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 ぼやーっとしちゃってるような感じは今のところ、まあまあまあ、うん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 、雰囲気を変えてきたから、うんうんうん、OKOKOK 今のは分かりですよ、俺、どっちかしたら、うん、いや本当に難しいことだよ、この2分に全部のさ、うん、メリハリを詰め込んでさ。ナイス OKOK、うん、ああ、気持ちいい。ドーン。あ、ごめんなさい。興奮して足蹴っちゃった。全然平気だよ。まあまあ、うん、はい、シードで、出てきたビシャモンテンでした。そんな顔しないの、サダ君。違う、難しかったのよ、どうコメントしていいかっていう。だってみんな黙ってたもんね。これ、うん、これよかった、あれよかったっていう感じのやつが、なんていうかこの起伏がね、うん、ガーンってきて、おー、ガーンってきて、おーっていう感じで、うんうんうん、同じ流れで終わったっていう感じで、うん、それってでもすごい言葉で説明しづらいよね、うん、よかったことはよかったけど、なんかすごく印象に残るかったらそうでもないイメージ、うん、ガツンとき、さっきの白の方がまだ何でしたっけ、そうだな、なんか気持ちよかったっていうか、う、ね、だってさだく一言もうーしかない、うん、うわーとか、うわーとかしか言えないもん。まあ、シーと言うなら、あれ何色、何色、シーと言わないで、何色、何色のロープ、あれはロープ、渋い色なんだけど、ちょっとやっぱ見づらい、書いてない、見づらいよね、なんでかわかんないけど、あ、なんか今回の予選、あの予選出てないからそこは書いてない、ね、まあでも、え、色、色もちょっとやっぱりサダさんはロープ見てるね、はい、そうね、ほんとね、次いよいよ 3位に来たよ、はい、ブル、昨日の予選ブルーステージの方の3位ね、はい、立命館大学から、なんて読むんですか、これ、わかんない、これ簡単ですよ、だるまです、あ、だるまか、はい、さあわっさ、あ、気持ちいい、うんうんうん、こういう止め方は好きかも、ね、うん、生かしてるよね、無、うん、音を、着地が超ぴったり合ってたから、もう一回来た、今の感はいらなかったな、逆に、わかるわかる、いやいや私今言わないで、いたのに2回目来たねって言ってそれ以上言わないで、あそこの感で終わらせれば、あそこ気持ちよかったのに、そうなの、1回目来たのかっこよかったよね、でもそれって私たちの意見でしかないから、ね、勝手な私たちの意見でしかないから、あんまり気にしないで増えてったよ、周りのダンスが、うんうん、ああいいよ、うん、あ、気持ちいいね、うん、おしゃれ、うんうんうん、余裕があるね、なんかいいね、おー気持ちいい、今止め動き、止め動きっての多くなっちゃったからちょっと、うん、なるほど、うん、もったいない気がする、使い方の回数とかって結構大事だよね、うん、何回以上やったら、そうか、だるまだから赤いのかな、うん、これ、なるほど、うん、あ、そういうことそこ見てずっとね、お、なんかいいね、うん、追いかけるやつ、そういう意味か、うん、
出た。ん？なんかいろんなもん混ぜてんだね。うん、こっちのリズム。さっきのハメのが好きだったな、なんか。うん、なんか、うんね、なんかちょっと。いや、こっから頑張ろう、こっから頑張ろう。うん、うんうんうん、さっき2連チャン見たしも、そうやな、あ重ねちゃうとな、うわなんかね、それが薄くなってくるんだよな。ノーミスですよ。ノーミス、ノーミスですよ。まあね、綺麗だった、うん、そこはね、なんかさ、やっぱしゃ、まあね、なんか三味線のみたいなのとかさ、いた、いる、いた、あれ面白いね、いるか、ね、そこでいたか、みんなのこの面白いね、なんだろうな、いいですよ、うん、いや面白いんだけどね、うん、気持ちはね大学生伝わってくるけどさ、大学生だからね、だからなんですか、だから大学生だから、ね、ここ大きくなんですから、結局は無差別ですから、無差別ですから、はい、ね、ああそれ言われたくなければ出てこないでくれって話ですよ、はい、まあちょっと多めに見ます頑張りました、はい、そうですよ、はい、あの次は、はい、今もうブルーステージの3位ね、はいはい、もうだってあと5チームしかないよ、もうあとちょっとしかないよ、あと5チーム、あと5チーム残り、ミオネもう一回言っていい、あと5チームあんのおい一回立とう、一回立とう、はい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 、立ちます、ダブラッチ、頑張るよ、ダブラッチしよう、はい、ダブラッチしよう、ダブラッチ、ダブラッチ、そして次はレッドステージの昨日の3位ね、はい、一般所属、一般 All you needこれ なんでここに点をつけるんですか、ピリオドつけるなんか意味あるんですか、ほらあるじゃん、なんか J トラップ J トラップ点ですね、おなんだっけモーニング娘丸とかなるほどね、ピリオド時数じゃない、うん、時数え、だって J トラップ点いなかったんだよ最初、え事務所の社長がそういう見てもらって点つけたんだよ、あ点つけたら勢い止まらないって言われたんだけど別に止まったあ、今のいいね、うん、あれ止めといて波が、うんうんうん、あれあえてでしょ、うん、おーい、1,2,3,4,8?6 だ、マジか、俺もう6回抜いてほしいあーうまいね、うまいわ、うまいよ、でも生かし方がうまいんじゃないかな、相手は、あーいいな、おー気持ちいい、来てるね、おい今の何回ですか、これ4回 1,2,3,4 いっぱい抜くな、あ抜いた、抜いてダブルで抜いた、うわこれすごい、なかなか隙がない、あこういうの来てる、その後終わってからの続け、いや来てますね、うん、そうなんですよ、これ来てますね、おおそういうのね、隙がないよね今んとこね、よくいった、おいなんだろう、こうやって危ない瞬間に頼むって思うチームと、うん、あ失敗したんだって思うチームの違い、いやー面白いね、はあおいし、頑張って頑張って、はい、まあ、うん、はい、はい、さい、さい、さい、おーもったいない、あよくいった、おーすごい、そっからいく、ちょっとね、あの、うん、見てる人も休憩したいから、そうですね、うん、大事だよ、いいよ、うん、はいはいはい、この辺からの、おーおーおー、そうきた、踏んだ、踏んだ、踏んだ、いや今あれはさ、わざとでしょさ、心配しちゃうよ、こっちが見てて、綺麗な名前、え、わざとじゃなかったら、すわざとだったらすごいんだけど、あ、ね、あそこで撮って、はい、あうん、わかんるよ、うん、頑張るのね、うん、まあね、あまあね、そうだよね、後半、途中まで後半やべ、後半ダメ、途中まではもう見たくてしょうがなかったけど、あそこからもう全部ダメになっちゃったね、だってさ、宙返りしながらターニングってさ、うん、どこまで研究してる、それはそれですごいけど、そうですよね、あれ全然、全然拾ってねえもん、だって上でってこと、下手側拾ってなかったでしょ、宙返りしながら拾ってねえでしょ、はいはい、あれ、まあね、あのちゃんとこうほら意識はちょっとさ、あーあ攻めてさ、下にいたのに足開いたじゃん、うん、あれ私わざとかと思ったの、すげえ計算だなと思ったら、わざとじゃなくって知ったんだって、それもすごいじゃない、あそれもすごい、わざとじゃないのにとっさの反射神経で足開いたんだ、うん、それは生ではすごいけど、結局そういう技が起こり得るようなムーブをしてるっていうことに関しては僕は認めません
危ない危険もうその後の話がどうなって、どうなるかはもう、でもね、もうこのレベル、このね、十何年間積み重ねてきた皆さんのレベルで考えたら、最後の畳み込みはパーフェクトにしてほしいです。そうですね、やっぱりね、そこはあそこに来てるからね、何が何でも、まあ、決まりま、はい、次ね、もうね、もうね、2位だよ、2位、コメントが長くなるからね、2位よ、2位、はい、去年じゃないや、去年って言ったら、最後の最後まで、昨日ね、はい、昨日の予選のブルーステージに明星大学シェイキンキーはいはいはいの、はい、次元、次元、いやいや、次元、拍手、次元、はい、次元、次元って何から取ってきたかな、ね、何の次元、ルパンが、ルパンの中でも俺は次元が好きだよっていう、もしくはこういうディメンションのね、そういうイメージからかな、わかんない、どっちだろうね、でもコメント力がだいぶ薄くなってきましたが、あと4チーム、やべ、やべ、はい、頑張りましょう、ょ、ね、はい、あれだるま、あ、違うか、そういうことあるか、あるあるね、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 青いライン入ってるから、うんうんうん、7人ね、はい、あ、楽しそうだな、はい、うん、お、なんかちょっとほら、これ現役生なのかな、明星大学の、大学名が書いてあるってことは現役生、すごい現役生こう残ってんの、目もあったよ、超高速、これ目もあった、来た、ダブルでちゃんと、はい、仲良く、でもさ、この楽しくなる、こっからどうする、いやー、怖え、いけるけど、あー、来たよ、さあ、こっから、はい、こっからどうするの、せーの、はいはいはい、お、いいよ、お、全部ダメです、どういうこと、どういうこと、これ戻しとこう、何やる、どういうことだったの、これ何やってんの、大丈夫、ああ、これは、おい、待って、大学のなんかじゃない、待って、ステップに目がいかねえ、いかねえな、これそうなの、あのさ、肩車の上に立てなかった方見ちゃって、ロープの中見えなかった、そうだよね、あっちに目をいっちゃった、母校のなんかじゃねえの、母校のなんかじゃねえの、これね、1本ロープ使ってるらしいですね、ほんとだ、え、これはね、だ、あ、3本今難しいんですけど、どう、あー、いいじゃん、それはなかなかね、あ、からのダブルになって、あ、後ろがね、まあね、その見せ場でこれやっちゃうとね、うん、でも最近いなかったから面白いね、まあね、うん、そうね、見てる方としては、うん、頑張れ、諦めないで、チェンジ、フィーウィーゴー、お前さっき失敗したじゃねえかよ、はめるな、おい、おっと、おっと、え、ちょっと待て、まあ、なのよね、ちょっと待て、いやおー、やるな、ちょっとね、うん、一応ね、一応ね、外に広がりすぎうわちくなれイエーイ、ね、あのね、プロジェクター高いからさ、うん、今当たってたんでしょ、今当たってた、投げ捨て当てだった、はいはい、当てだったからね、どこに当たった、気をつけてね、後ろのプロジェクター当たってっから、はい、ああいうのね、スクリーンね、そう、うん、気をつけて、はい、次元でした、次元でした、ナイス、よし、これ予選どうだったんだろう、ね、でも2位なわけだから、そうだ、ね、予選だとワイワイしたかもしれない、確かに、あんだけ見てる流れの中で見てるパフォーマンスだとみんなが長いじゃない、要は、うん、その中で出てくるパフォーマンスの一部だとしたらワイワイしたかもしれない、わーって、しかも全部が今綺麗に決まったノーミスで、うん、全然違ったよね、うん、いやでも今すっと思い返したあのみんなのなんか組んでたところ思い出したよね、思い出したよね、あれいつ立つんだろうって思って全然ロープ見れなかった、うん、ね、見えた、まあ、いや見れてない、あそこはある意味心には残るよね、だからね、うん、ね、組体操組、これなんて呼ぶの、はいはい、しますか、これ来た、あ、来た、これ、はい、レッドステージの2位ね、大阪の席締め、大阪の席、大阪の席って言ったらすごい我々の偏差値レベルがちょっとあれになるやつじゃないですか、あ、大阪の席って、大阪の席って、あ、その字を変えたってこと、ね、まあそういうところはほらやっぱいろいろな、同志社大学、いろいろな理由がありますから、同志社大学、もうこれマイク通じてバカバレたじゃん、シルブプラネット言わして、同志社大学シルブプラネット、はい、こちらも7人、大阪の席を大阪の席ってしてるってこと、っていう感じに変えたってね、そうなの、本当に我々はこのね、まあいいや、行こう、え、そんなこと書いてあるの、いやいや、書いてないけどさ、適当に言ってんじゃない、そうなんだ、もう、あ、何、来た来た来た、何、すげえ多い、何、うん、そういうこと、お、何、よーよよよよ、お前は何なのか、え、いやでもね、もう2位だよ、2位だから、うん、それなりのものをこれから見せてくれるんだ、うん
俺は今あっきり取られたけどね。俺はあっきり取られたぞ。うん、さあ生まれたての目で見よう。はい。うん、まあね、まあ、ああいうのなっちゃうとちょっと俺な、ね、心配になるんじゃない。生まれた、お、うお、いいじゃん、いいな、そうそうそう、うん、はいはい、うん、はい、おい、よく見た、アイバルロップ、ああいう、あー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 、うん、バン、はい、俺倒すな、俺倒すな、サウさん。そう、いやそこはないぞ、そこでミスるはないぞ。まあ、ほう、ね、ちょっとね、これは2位じゃなくないか、ちょっと違うぞ、それだと失敗すぎだよ、これは。あ、いや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 、こういう、こういう演出にしたら、うん、もう命取りだね、ミスが。あ、そうね、まあね、言いたいことわかる、うん、演出がもう分かんないくなってるから、うんうん、そうだね。いや、応援してます、頑張れ、頑張れよ、頼むよ、うん、うん、2人が頑張って応援してくれ。おい、放棄するなよ。そうだな、そうだな。おー、おー、止まった、すごい柔らかかった、あら、イエーイ、そう、あ、難しいよ、ちょっとこれは。だからやっぱりノーミスの作品を見たら全然違うかなって思っちゃうね。でも2位ってやっぱり聞いちゃうと、その成功率も含めてやっぱり期待しちゃうじゃない、やっぱこっちは。ちょっと期待しちゃうんで。期待しちゃうからね。だったらもう順位も知らせてランダムで見たいよね。で、そう、そうね、そう、本当にそうね。そう、だってさ、見ちゃうじゃん、やっぱ。うん、そうね。こういう順番でやられてるから。やっぱりね、そうね、隙のないチーム、うん、これやっぱね、すぐなっちゃうんですよ。そうですね、そうするとね、うん、まあ、基本ね、個性出しまくりだから、好きといえば好き、でもそれもテーマとしてはテーマなのかもしれんけど、はいはい、ミスられちゃうと、もう完全好きだらけでみたいな、そうですよね、見えちゃいますよ、そうなんです、はい、それそうですよ、うん、その時できて、うん、この時できなかった、うん、じゃなくてやっぱり勝つチームっていう、ってかそのファイナル残りチームっていうのは基本的に安定しててほしいね、欲しい、安定しててほしい、はい、行きました、はい、歌、曲調好きだけどね、曲調好きだけど、お前らうるせえ、行くよ、行くよ、行くよ、次も1位だからね、はい、昨日の、昨日の1位、もうこれはね、何、もうこれは期待してもいい、久々だよね、何年ぶりだろう、だって、昨日のね、はい、ブルーステージの1位、はいはい、はい、行こう、ワッフルですよ、誰、誰、はい、ワッフルが来ました、美味しそうな名前だけど、何、昨日ね、あの、いろんな人たちがね、はい、達也の指差しであんだけ湧いたっていうことは、言わないで、見てないんだから、見てないから、見てないから、何、そんなやつすごいの、いやいや、いや違う違う違う、ただ指差しただけで、指差しただけでキャーってやったらしい、すごいらしいんだよ、あ、なんだ、まあもう、ワッフルってだってもう何十代か知ってる、全員、全員30歳です、いつの間にか、ワッフルが、わ、若いのからもう若いところだったと思ったのに、もう30、なんかコンテストでちょっと優勝したようなチームじゃなかったね、いや、優勝しましたよ、優勝してるよね、はい、してます、してます、私優勝した時いて泣いたもん、2012と2014、2012と2014に、え、だからそれ以来初だよね、5年ぶりってこと、あ、出てないかな、いやどうなの、久しぶりじゃない、 でもやっぱりもう木は熟してるよね、完璧に熟してる、この人たちは、え、だから久々に集合して出たわけでしょ、いやちょっと今上がってますよ、レベルが、これでハードルが、いや、上がっても大丈夫な人たち、大丈夫なのね、よっしゃ、いや、でも個人的には嬉しいよ、またコンテストでワッフル見れるって思ってなかったもん、またこの目、あ、うん、どうした、うん、ちょっとね、どうした、ワッフルだから、まだだよ、あ、なんかピントが、まだよ、うん、そうそうそう、うん、はいはい、これ今の指差し、わか、そう、俺見てないからわかんないんだけど、多分今会場わーってなってるんじゃないかな、なってるだろうね、うん、おい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 、あれ今飛んでたところじゃん、ほんとはラビットしてるとこだったじゃない、今もしかしたらだから今なんかちょっとなんかふわふわしなかった、見た感じがねえ、うん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 、
飛べるね、うん、ねえ、うん、ここでみんな30歳30歳ですごいよ。久々に多分集まってやってるよね。それででも予選1位だからね。おい、すげえ。同じメンバーで、おーおい、うん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 、はい、うん、うん、湧いてる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 ように聞こえた。うん、結構若干、あれちょっと待って、ちょっと皆さん、はい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 、ワッフルー、ちょっと、え、年齢、あ、でもみんな何仕事しながらやってんの。そう、それそうだよ、それそうだよ。だってもう全然チームとして練習してないもん。全然活動しなかったもん。あれ昨日ノーミスだって聞いてたから結構と、うん、もう疲れちゃった。今何ミスぐらいだったかな。今3日連続で、あ、2かかな、2ぐらいかな、今ので。いやでもなんか間が多かった気がしない。なんかね、ちょっと昔一世代前のちょっと見やすいダブルダッチ感があったんですけど、うん、やってる技が増えてるんだけどね。なるほどね。辛口だいぶ、まあまあまあ、いや一番だからさ、やっぱりなんかあんまそういうの、あれの一番ってほら点数の出し方がほらまた違うから、うん、そう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 、あそこはあくまでもコンテスト決勝戦でもいいぞお前らは出てくれっていう意味合いだと思ってるんで僕は。ここのあんま1位ってね、はい皆さん、はい、はい、行きますよ。最後のチームですもん、はい、あ、もう最後、最後だよね。今のは、はい、さっきのワッフルはブルーステージ1位でしょ、はい、次昨日の予選レッドステージの1位ね、はい、へぇー、そう、いや楽しみだなと思って。何何何、だって知ってるもん。知ってんの、何、名前言ってみて。じゃあ言って、エレファント、おい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 、続く、おい、おい、続くじゃない、ねえねえ、チームワーク、今ここの中のチームワーク、チームワーク、はい、一般、所属一般、はい、一般、エレファント、おい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 、かぶってんの、続けろよ、かぶってんの、あ、調理かぶってんの今、もう始まるから。あら、あら、あら、どうした、はい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 、あ、はいはい、おい、はいはい、うん、ほう、はいはい、あー、はい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 、こういう懐かしいチームね、はいはいはい、こういうチームあったよね、今まで。エレファントオイル、これ何年、どのぐらい前だろう。はいはい、こっからは、はいはい、うん、うん、うん、はい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 、うん、さあどっこれね、はい、どう、みんな好きそうだな、この音っていうか、なんかわかる、なんか上手じゃない、なんかそのチョイスが上手いっていうか、うん、じゃあ、あいつ多分ふざけてるな、多分あ、いいよ、うん、いいよ、いいよ、なに、あ、はい、あー、なんだろう、うん、うん、あ、いや女の子たちが入ってるのがなんか入ってる気がしてて、なんかわかる、女の子たちが入ってるわ、うん、まあまあノーミス、かかってないよね、かかってない、うん、結構、あ、一回かかった、うん、最初のローデ、今、うん、最初のローデ引っかかった、これ何今、うわ、何これ、うん、これすげえな、なんかすごいリズムで落ちなかったの、すごいじゃない、はいはい楽しい、おお、お、これ行かない行かない行かない、ほら絶対そう思ったわ今、思ってたんだよ、思わされたんだよ、あいつ引っ掛けられたよね、楽しいね、うん、あー、もう超パーリー、いやあ、すごい、楽しい、いや、でも、多分だけどね、今ね、会場開いてるじゃない、はい、やっぱり多分みんなね、本当は見たかった人たち、例えば見たかったそのノーミスっていうのをできない上位がどんどん出てきて、ちょっとフラストレーション溜まったと思うのよね。なるほど。でこれでラストのおいおいでハッピーな感じでブワンって来てたから、1ミス1回 0.5 個ぐらいはしてるんだけど、今なるほど、ね、見てると、うん、だから今バンって盛り上がったらそういうことなのかなって、そういう、ね、私も今楽しかったもんね、でしょ、うん、ダブルダッチミスとか置いといて、で、だよね、うん、あ
顔見てあげたやっぱりね、うん、これは、うん、これ IU チームあったじゃん今までも、うん、僕大好きな方、うんうん、好きよ。最後の部分がねやっぱりこう最後こだわるね最後こだわるね、だからこんなにクールになんか冷徹に見ながらも沸かせてほしい感もあるんですよ。まあまあそれはね、あそうだね。じゃあとりあえず今もう全部人事一終わったわけ、はい、こっから、うん、すんげえいいこと言わない1分ぐらい、いいよじゃいいよっていきなりそんなにいいこと出てくるからなんでとりあえず、うん、もう今日出場した全員のチームに拍手だよ、うん、いや拍手だって、ここまで来たことが本当にすごいから、しかも2日連続だからね、やっぱり2日連続あの疲れも溜まってるだろうし、そうで、まあうん、まあ緊張感もあるしプレッシャーもあるし体の疲労ももちろんあるし、うん、そうですね、その中で、うんうん、まあ、全力を出し切れたチームもいれば、はい、そうじゃないチームもいるでしょ、うんうんうん、そうですね。でお客さんもさ2日連続見に来てくれてるわけだから本当にありがとうございます。感謝の気持ちいっぱいですよね。で今日1日このコンテストをその行うにあたり、はい、そのファイナルあのいろんなお客さんが楽しんでくれたから、これが一番気になるね俺は ね、 そ、 こね、それあのすごい楽しんでくれたらもう嬉しいんだけど、まあ今お客さんがあのまた見えた、ご覧が見えた窓の方からピースしてくれてるんで多分楽しんでくれてるのかなっていう感じは、ね、コンテストはなんかこうほらパフォーマンススピードとか見てるだけじゃなくて、はい、そのね物販だったり、はい、たけしみたいに絵描いてくれたり、はい、いろんな楽しみがあるからさ、はいはいはい、あのアプローチいっぱいあっていいと思うんですよ。そうですね、僕らみたいなこういう解説でね、はい、後から楽しむ工夫とか、はい、ね、ほんとそういいんじゃない？これで。いや、いいよ、全然いいと思います。うん、だってどんどんこういう試み今日初めてだけど。いやなんかね、もうね、いろいろクレームあるかもしれないけどね。はい、そこもそこで。まあでもそれはさ、うん、もう自由な世界だから、ね。いいでしょ？うん。なんだから多分これハロタケ君に。いやクレームは絶対サダさんに多いと思うよ。多いと。俺自分にもあるのに。まあでもいいんだ。これは俺の考えとか美穂の考え、サダさんの考えとして聞いてもらって、なんだよって思ってくれたって構わない。そうただ。そういうのも一理あるんだなって思ってくれたら、うん、また次の発展にもつながるし、ね、成長にもつながると思うから、うん、まあ、ね、楽しんで見てよっていう、ラフに見てっていう、ね、そうだね、うん、だってあくまでも今この3人、うん、ここにいる人たちの一意見でしかないから、そうです、はい、あくまでもっていう風に言わせて、それはそうそうそう、だから何を言ってもいいから私たちは言ってるわけだし、うん、いやでもね、またねこの動画出るじゃない、はい、そこにまた被してきてほしいよ ね、 そうね、僕らだったらこうですみたいな解説みたいな、やめろそういうのやめろそれは。あ、次何、今ねフリーステージって言って、今からようやくお客さんたちも楽しめるステージの開放、行ってくるか、開放となるんですよ。これだっていいよ、佐田君飲んできても、これでしょ、あ、もうはい、これになるわけでしょ、あ、これ休憩、これ休憩タイムなんだよね、そう、今休憩タイムです。じゃあ皆さんフリーステージをどうぞ楽しんでください。じゃあまた後でね、はい、休憩です。